どういうことでしょう。カードで買い物した時、わさびがうまくなった時、サンマの腹渡好きになった時、初めて給料もらった時、立ち食いそば食った時、温泉で泳がなくなった時、バーでいつものと注文した時、子供におじさんと言われた時、ネクタイが苦しくなくなった時、親父と二人で酒を飲んだ時、大人の階段確実に登ってるのかな、自覚はないけどこれでいいのかな、健康診断が怖くなったとき、アイドルの顔が同じに見えたとき、相撲さんが年下に見えた時、人の心の痛みが分かった時、自分の限界に気づいた時、親父の背中が小さく見えた時、去りゆく友を見送った時、大人の階段でしょう。